ということで、はい、来ました。はい、9月のデイ1ですね。はい、そうですね。まずはこれを。これは、フォーゲル早くアテナを潰しきりたい。いや、なんかグレとかでいい。お、これ、フィートン選手やるか。アテナがちょっと前目に出てくる。そこをカバーしながら、そこからアテナが打ってくるが、これちょっとフォーゲルは嫌な展開する。いやー、ミカコ選手のポジション。超大事、ここ。あ、けど、イッシーが2枚抜き。イッシーが2枚ダウン。あ、もう1枚。もう一枚落としきった。5対2です、今。いや、味覚を押されて、今、4対3、4対2ですね。4対2。え、落としきった。取り切ったかな？え、だ。取り切った。キル数は8。そして、味覚の蘇生も入れるんで。さあさあ、けど、ここ、ベノムが、ベノムも落としきった？ベノムも落としきる。もう残ってない。さあ、ちょっとさっき活躍したんで、キシタン選手を。あ、218メーター、スナイパー。俺が映したからだ。ごめん。いや、映したよ。これ、です。デスカメラです。やばい、じゃあこれ解剖映してたらこれ解剖死んじゃうかな。でも解剖ギリギリこの、いや流域も広がるが、そこにはローガイズと TBS アマゾンが、アマゾンネットが突っ込んできた。この2人解剖温度が上がって、解剖でユニット解剖で倒しきった、倒しきりました。残り先生がこの高級、青平屋取っていて、いやけど DVS からの射線がきついのか、ここちょっとね、流域いいのがね、あの海岸安全地帯入ってんだよね。あ、ほんと、え、けど行けるこれ。ギリギリ、ちょっと左の岩まで行けばいいんだけど、ちょっとね、この先生たちが見に来てる可能性もある。痛い。ちょっとグレネード怖い。痛い、流域。痛すぎる。そのグレネードはちょっと先生からも DBS からもグレネード飛んできてましたね、これ。さあ、DBS VS。先生、これは紙視点から見に行けますか ?5 対5。これは5対5。もうしかも。ゲーム安全地帯は DVS の方が有利か。そうですね。けどまあほぼイーブン。ほぼイーブン。この角度。いや、グレネードが飛びまくる、飛びまくる。さあ、グレネードすごいですよ。しか、これ、やばい。DVS にリアンからのグレが飛んでる。後ろから。いやー、最悪だ。リアン1が。ああ、リアン1の、けど、ダウンもらわなかったけど、グレが。いや、リアン刺さりました。リアンからのグレネードが DVS に刺さる。これで4対5。これは5ですよ。先生が取られて4対4ですね。けど人数がいいもん。しかも別に体力は崩れてませんよ。さあ、梅木先生、ここ 1V1。先生、あと1枚だ。先生、残り1枚。できた ?DV さん、残り2名。残り2名です。確定を1回優先していきますよと。いや、でも、手が飛んできてるから、行くしかない、行くじゃん。いや、ここは取られて、KO は DVS。DVS が勝つんだ、ここ。しかも見てください、これ、キル数。19キル。いいスタートっている。伸ばせましたね。リムルフ選手も今、体験に入っている。おっと、フォーゲル、これ？フォーゲル？え、これ、敵になります。行ってないか？めちゃくちゃ行ってないか？止まろう。一回落ち着こうか。はい、落ち着きましたね。あ、今、青パパイヤ先生をね、落ちるんですけど。この青パパイヤを取れるか取れないかによって、この設定変わってきますよね。でも、後ろのね、後ろのゴリタも置いてかれてるんですよ。これ取られるとゲル。さあ、パパイヤ？パパイヤを取り切ったけど、トップは。お互い 1V1 効果。ここもトップでもいいと思いますけど、先生もいきます。いや、もうどっちも行きますよ、これは。さあ、海茶選手取っていく。さあ、海茶選手も火力が高い選手なんで。さあ、ここトップは果敢に攻めますね、トップ。わー、けどイクチャ先生のカバーが偉いんだから。けどこれイクチャ先生が今1枚取ったことで3対3になったんですよ。だから行きますよね、うん。まあ、一旦射線を入れたい。いやけど、チーマ選手から。射線が通ってる。エビちゃんも果敢に行く。さあ、海茶先生が一枚持っていき。リフト先生 2v3。いや、落としていく、エビちゃん。海茶先生が耐えたが、このカバーは間に合わない。イクチャ先生、1v2。エビちゃん、ここは、ちょっと時間使いたくない。でも、アンチ外なんで、射線がね。おぉ、いやー、落としきったか。先生が勝ち切るんだ、ここ。さあ、中のフォーゲル VS ダイナスティが行われてますよ。こいつやばいとこ乗った。こいつエグいとこ乗った。やばい。そこ取るか。これはエグい。いや、まずはフェイター選手が取れる。まあね、ちょっと、あの、平裏にいるキリン選手。気づけてるかって話なんですよ、これ。いや、気づけてない。ああ。いや、これ、いや、やりきれない。ユニキグレネード、ないか。ない、グレネードはない。ないか。けど、これ、リュウニキが回復最後までここで負けば？はい。で、フィータン選手も蘇生が入る。残り3枚フォーゲル。
一番人数残してる。アテナが2名、ベノムが1名。じゃあちょっとこれはリュウニキ視点が楽しそうなんで見ますか、ここ。この選手がね、いい位置いるんですよ、この、お、塀の。いや、でもグレネード飛んできて、リュウニキ。ダウンしたらモーゲルが終わる。さあ、アテナを取った。いや、なんとかグレネード、耐え切りました。さあ、ホーゲルの頼みの綱はリュウニキですね、ポジション的にも。リュウニキが全てを握ってます、ホーゲルこれ。こいつがどれだけ頑張るかです。このヘム2対ベノムが2枚、アテナが1枚ですね。フォーゲルが3枚。一番人数多いのはフォーゲル。リュウニキが上からどれだけカバーできるか。復活してフォーゲル、まずはフェイターさんに乗っ取って残り2枚、リュウニキと。さあ、リュウニキが偉い。偉い。残り1名。カバーして、残りベノム、落としきれるか。オフェンス。落としきって、ブラボーだ。いやー、1戦目といい、フォーゲル。これめちゃくちゃいいんじゃないか、調子。これ、キル数が10キルですね。10キル。まあ、あの姫。そうだね、けどこれ。そこにサイナポールいるぞ。これもう逃げれませんよ。逃げれない。もう接敵の判断。さあ、アルヒメ選手。落とされていく。さあ、ホトキ選手、ここのワンドイワンも落とされた。エビ選手も取られ。残り3枚。ガッコイ選手も取られた。残り2枚。さあ、桜選手。いや、1名ですね、もう。1名か。ポケモン取られて。落とされた。いやー、老害増される。いやいや、今日はちょっと、調子が出ないか。ちょっと、しかもこれ、タイファーポールの守り方も強かったか。うん、うわー、先生が一気に潰しにかかる。これ、もう変わるぞ、ニューヨーク。あ、泳いじゃった、ネム選手。最悪だ。さあ、ルキ選手は？もう、時間の問題でしょ、これ、バレるのも。バレるかバレないか。かくれんぼの始まりです。ニワトリがちょっと撃ってるんで、これ以上先生行かない可能性あります。おっと、ニワトリが来ましたよ。逆にニワトリが行きました。さあ、ソフコキコー選手。これ勝ちきれるか、ニワトリ。一枚も勝手に切り入りたくない。いやー、重点するよ。まずは、いや、これはでも、タイトル。なんか、流れ玉でルキセンスがやられてる。なんか、どっちが有利とも言えませんね。うん、でも、ウズコキコーも体力ない。コキコーは残り。いやー、先生が厳しいか。そこをアマゾネスが取りに来る。アマゾネス。このタイミングの恐怖めちゃくちゃ。ああ、もう全部いなくなりました、この海岸の争い、ここ。しかも今日、調子、全体的に見て調子もいい。まずはアマゾネス。まずはグレネード。もう一枚グレネード飛ばした。アマゾネス詰める。行きますよ、行きますよ、これ。CG はこのタイミングで、いやいや、瞬間を狙って。ちアマゾネス CG も抑えてるんですよ、これ。CG も抑えてる。セナ選手が。5名で1点のオリンピック。あれ、強い。アマゾネス、未だ0かけ。残りは、ベノム、クサゲーですね。そして BD のクサゲー。ああ、選手が割れて。あ、ここのクサゲも割れて。CG も落とされて、残り BD の7点のみ。入ったか、アマゾネスがここで KO。 え、キル数いくつよこれ、アマゾネス。え、26。26。こちらということで、1位アマゾネス、2位ホーゲル、3位 DVS。 デイ1の時点で昇格ポイント内にいるのはアマゾネス、ホーゲル。だって待って、ちょっと待ってね。だって KW のボーダーが5000って言った。そうだね、基本はね。この1周目でさ、もう2700で半分以上取っちゃってるってことは、ぶっちゃけあと2周休んでもこれアマゾネス平気だからね。うん、なんか今月ちょっと波乱な気してきたな。いや、面白かったんじゃないですか、デイワンは。まあ、まだ、ちなみにこれめっちゃカロリー高かったですけど、まだデイワンっすからね、皆さん。そうや、そう、盛り上がりすぎよ。一番盛り上がるのデイフォーだから。ということでね、というわけで本日も見てくださった皆さんありがとうございました。ということで、はい、いつもまた会いましょう。バイバーイ。はい、会いましょう。バイバーイ。バイバーイ。